式小銃は、新国間傭兵工廠が、ドイツ帝国のGew88をライセンス生産した、中国国内で生産された、最初のボルトアクション式小銃である。別称として単に間傭作りや、追い、等々とも呼ばれた。新末から朝鮮戦争に至るまで中国の主要小銃の一つであり、60年にわたって正式兵器であったことから、20世紀初頭における中国軍を代表する兵器とも言える。オリジナルのGew88と異なる点として、中心人を省略する改良がされている。本銃によって、中国軍が大口径大威力の 7.92X57mm モーゼル弾を攻守として採用したことは、後々日本軍を苦戦させることになる。間傭88式を模したモニュメント間傭88式小銃は張の洞が設立した間傭兵工廠が、ドイツのモーゼルからGew88のライセンスを取得、生産を開始した。清朝末期に、新国政府は88式小銃の生産停止と元年式小銃のライセンス生産を企図するが、予算不足により実行されず、88式小銃は生産が続けられ、両後進軍に配備されたほか、軍閥時代になっても生産が続けられた。間傭88式小銃を装備した国民党軍兵士民国初期に、北洋政府が、間傭兵工廠の生産設備を更新。これにより、間傭兵工廠は引き続き88式小銃の製造を続け、この頃近両兵工廠の生産設備も更新され、88式小銃の生産を開始する。その後軍閥が割拠する中、生産設備の更新等が不可能となり、生産経費も削減されたため、両工廠とも生産が断続的となった。1928年になり、国民革命軍が武漢と南京を占領すると、その生産は安定し始める。中正式小銃の生産に成功すると、国民政府は88式小銃の生産設備を中正式に改めようとしたが、日中戦争勃発により計画は延期、間傭、近両の交渉も国民党と共に、重慶へ疎開した。疎開と同時に、間傭兵工廠の生産設備が21廠に移設、88式小銃の生産が単一工場へ集約され、強権兵工廠の小銃部門が爆撃を受け中、正式小銃の生産能力が大幅に低下したため、88式小銃は日中事変においても、未だ主要兵器に位置を占め、21廠の88式小銃は1944年まで生産が続けられ、工廠内の設備が中正式生産用に完全に改められようやく停止したものの、大量に生産されたことから、国内の各勢力において使用され、朝鮮戦争でも依然としてその姿を見ることができた。朝鮮戦争終結後中華人民共和国は、ソビエト連邦より、新型兵器の大量供与を受け、88式小銃はようやく実戦部隊より退き、民兵部隊では1980年代まで見ることができたという。ありがとうございます。